ツアット日本一周抽選配信を開始しました。松ツアット日本一周抽選ふるさとセンター大東、熊野古道中へち、水の里日高川流遊記州便長炭記念公園、みなべ梅新公館、三品中津、白崎海洋公園明恵ふるさと館、白間の里流人、田辺市流人ごまさんスカイタワー、パラパラドスコイさんす。おか。コンタくんさんアラヨット。アラヨット。ナオさんおか。か。気温差が激しいみたい。川の水と。あ、この辺で寝るんだったら、あれだな。あ、まだ 9.8 キロ。10キロ近くあるのか。さゆまるさん、へいへいへい。へへへい。なおさんが吸ってる。が吸ってる。めっちゃが吸ってる。気温差が激しい。さゆまるさん、いやー、芋吹き出して大変なことに。弱火にしなかったの、弱火に。さゆまるさん、キッチンぬるぬる。パラパラドスコイさん、芋やらしい。芋やらしい。すんごい芋。以上。コメント。コメント。さゆまるさんコメント。パラパラドスコイさんコメント。中さんコメント。みんな手厳しいね、ずいぶん。厳しいね。リュ、チンジュアットマークさんコメント。コメントありがとうございます。くんさんコーメント中三ゆうちゃもうあれだな24度のオートです珍獣アットマークさん仕事終わったさゆまるさん定期コメントとは主にかける言葉が見当たらないとき主が滑ったとき、潜ってますアピール、ラグ確認、様々なときに使いますコメントを使いこなしたらもう立派な住人ですわら。なおさん、和歌山に帰ると 3G になったりする。さゆまるさん、誘致お疲れ。パラパラドスコイさん、おつ誘致。おつ誘致。感じだと思うんだよな。
ラブチェック、ラブさゆまるさんラブチェック、チェックさゆまるさんテス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 佐藤4アットマークポーニラスさんこんばんは、イベントご協力ありがとうございました、ございます、いいえ、いつもポンポンありがとうございます、さゆまるさん佐藤4さんこんにちは、でもいっぱいありがとうございます、イベントの旅いつも投げに来てくれるかな、全員がありがとうございます、ありがとうございます、いつもこちらこそ、中3ラブチェックとは何ですか、ね、ラグチェックです単なるラグのチェックです、さゆまるさんラブチェックとはラグチェックですわら中さんわらわらわら、なおさんラグチェックと言ったのがラブチェックに聞こえましたわらそう、さゆまるさん松枠では日々新しい用語が生まれますわら関さんこん、こん、人参ありがとうございます、さゆまるさんテス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 、なおさんテステステス、ゴンタくんさんガスの中、ガスの中、ゴンタくんさん走ってるね、はい、あと何か面白いことを書こうとして何も思い浮かばないよ、なおさんにコメント、さゆまるさん火の中水の中でも走ります、中三鉄椅子ナスマス、ゴンタくんさんわら、これこの数字書いたのは何なんだろう、和歌山ゆ珍珠アットマークさん、帰るぴょこぴょこみぴょこぴょこ合わせてぴょこぴょこむぴょこ、さゆまるさんあのさ滑らせんのやめてくんない、あらなおさん山田クーム、パラパラドスコイさんわら、ミサさんおかおか、おかおか、中三コメント、コンタくんさん575できたけどガスの中を打ったら忘れちゃったわらさゆまるさんなおちゃんラブ、ガスの中ゆ真珠アットマークさん言えてないわら、ぴょこぴょこぴょこ、隣の客はよく客急客だ、パラパラドスコイさんコメント、さゆまるさん滑らせた松を呪いますなおさんコメント、呪わないでください、エビフライの呪いがかなりかかってますから、コメント中三サメント、さゆまるさんへドドドへ三コーヒーこぼしちまえコーヒーもうね、あ、まだ入ってた、危ない危ない、ゆ珍珠アットマークさん言えてないわらわら、わかんないかな、わざとなんだよ、ゆ珍珠アットマークさんセメント、ゆうちはまだまだ俺理解してないね、
わざとなんだよ。硬いかと言ってちゃんと勇気もありません。さゆまるさん黒いからな。中3カエルポコポコムポコポコ、カエルポコポコムポポコポコポ。ゆ、珍獣アットマークさんじゃ、本気で言ってみてわら。だが断る。中3わら。それは断らせてもらう。ゆ、珍獣アットマークさんは、わらわらわら。なおさん本当にカミカミだからなわら。ゆ、珍獣アットマークさん言えないだけわらわらわら。中三誘致強気わらわら。パラパラドスコイさんあぎらめらい。さあどうかな、どうかな。カエルピョコピョコピコピョコ。ゆ、珍獣アットマークさん諦められないわら。ゴンタくんさんコメント主へ滑りすぎるとアイコンがフィットから2丁目に強制変更しますのでご注意くださいわら。はい、わ、はい、かりました。あまり言いません、それ以上のこと。ゆ、珍獣アットマークさんゆっくりすぎわらわらわら。さゆまるさんそれすら美味しいと思うくせにわら。そうよ、そうよ、その通りよ。なおさん黒いわ。こんな、こんなあの、さゆまるさん暗黒だわ。こんな美味しい振りをミス、ミスガス。ゆ、珍獣アットマークさん黒松。中三みんな黒いわ。ゴンタくんさん、定期、北の道の駅から南の道の駅まで素敵なダジャレを届けます。全国の道の駅を踏破しつつ日本列島を縦断中、ただいま引き出しのネタを考え中です。皆様滑ったらコメントよろしくお願いします。パラパラドスコイさん、青巻髪、赤巻髪、黄巻髪、合わせてポコポコユーチポコ。ゆ、珍獣アットマークさんすでに話すのも言えてないわら。さゆまるさん定期内数わら。佐藤4アットマークポーニラスさん黙って聞いてますが、そこそこ噛みますねわら。完璧に言えたね今ね。なおさんわらわらわら。さゆまるさん滑舌悪いのはいつもですわら。ゆ、珍獣アットマークさん誰がポコポコやねんわらわらわら。ポコ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 。完璧だねこれね。さあみんな多分切れると思うから、トンネル。パラパラドスコイさんコメント、ナオさんコメント。 1.5 キロ近くある。珍獣アットマークさんポコついてんのはみんなやろわら。はい、皆さん切れますんで、中三誘致ポコポコムポコポコ、さゆもポコポコユポコポコ。下げんでください。ミサさんコメント、ひよこぴょこぴょこみみのかもめの合わせてくださいむふいなのか。 S331 番乗りです。1番ナイス。ゴンタくんさんコメント、住民全員強制ミュートにしますよ。さゆまるさん超絶コメント、超絶コメント、さゆまるさん S さん今日も一番ナイス。佐藤4アットマークポーニラスさん良いトンネルですな。ゆ、珍獣アットマークさんアイテムナイス。なおさん一番ナイス。中3王王。
全然切れなかったね。珍獣アットマークさん炊き込め。全然切れなかった。さゆまるさんいい気分になって調子乗り始めたわらわら。ミサさんわらわらわら。中三セーフ。パラパラドスコイさんチョコポーコって何ですかわらわらわら。S さん三カツカレーは飲み物。ブバックコート。もぐもぐ。もぐもぐ。なんか電気ついてんだけど、ちょっと見てきていい？ゆ、珍獣アットマークさんトンネル中はアンチコメ OK わら。うん。さゆまるさんまさか、佐藤4アットマークポーニラスさんトンネルマニアなんで、ゴンタくんさんに。ここどこだったっけ？パラパラドスコイさんでら。なおさんチャークー。さゆまるさん熊の古道中へちに到着7ミサさん着なおさん電話ボックス怖いさゆまるさん聞いたくせに行くのはええなわら中さん怖いミサさんわらさん扉かいくんちゃうかなどさゆまるさん急いだ私の時間を返してゆ珍獣アットマークさん置いてきぼりに PM ゴンタくんさん取れたよ、これこれって言いそうわら。中三ぐらくなるとやばそう。中三出るな。パラパラドスコイさん電話ボックスの左下に。さゆまるさん取れたらまた道の駅の被害に。稲ぐさんコンコン。さゆまるさん稲じいさんこんにちは。さゆまるさんうわいらじい、いらっしゃいさゆまるさんもう嫌だいや違うのよ今おばちゃんがもう片付けしてあの帰ろうとしてた時にあの鍵はかかってたんだけどコンコンちってこれ押せるみたいなポーズを取ったらさゆまるさん17度き言われたんだよいやいやなおさん取れたじゃん。押せるってこういうポーズをしたら、あ、いいよ、みたいな、優しいおばちゃんが開けてくれた。さゆまるさん、次は、水の里、日高川流遊。水の里、日高川流遊。30分。スタンプ9時から17時。火曜定休、プレミア和歌山大賞受賞の龍神マッシュの生椎茸を使った椎茸バーガー等が名物。0739-77-0380-15。中3ありがとうございます。目的地を。さゆまるさんさすがに次は無理だろうパラパラドスコイさんちいたけおバーガーナイス中三しいたけバーガー食べたいしいたけ好きいや本当はダメなんだけどさゆまるさんぐれますよ本当はダメなんだけどさちょっとねいつもの栄養スマイルをしたらおばちゃん優しかったさゆまるさんコメントおばちゃん優しくしてくれたふ不審者がられたんだけど一瞬大丈夫だったよいしょよいしょ
これ離したい。離れた。ゆ、珍獣、アットマークさん、ごいした。え？なおさん、携帯番号を聞いた。聞いてないよ。さゆまるさん、ライン聞いた。おばちゃんの。聞いてないよ。S さん、さん、ごいした。聞いてないよ。さゆまるさん、わらわら。S さん、さん、ドキドキ。よし。交通規制に従って運転してください。ゆ、珍獣、アットマークさん、おばちゃんに恋した。残念だったね。中3出勤始末、またでーす。あ、いってらっしゃい。頑張ってす。さゆまるさん、ちゅうちゃんてら。ここはあれだったけど、トイレ目の前だったから寝やすそうって言われやすそうだったけど。ルートを再検索します。あれ、なんで違うのこれ。ルートを、ゆ、珍獣、アットマークさん、いってらっさい、けんてらっさい。ここに来て。なおさん、事業区のさゆまるさん、おおさおお。ここに来て、うおさおしてんだけど。ルートを再検索します。ナビコが違う、こっち違う、こっち違うって散々言われてますが、ルートを再検索します。ちょうど悪い。さゆまるさん、次で寝て朝9時スタンプ。なおさん、間違えてない。コンタくんさん、戻る感じだよ。スヌーピーさん、あら。U ターンするよ。スヌーピーさん、来たよ。はい、お帰り。ゆ、珍獣、アットマークさん、さおまる。スヌーピーさん、大丈夫。アスタリスクオメガの。さゆまるさん、スヌーピーちゃん、おか。スヌーピーさん、さお。さお。スヌーピーさん、ゆうちさん、さゆまるさん。さゆまるさん、おお、さおから取ったんでしょ、きっとわら。そういうことか。よし、ここのトンネルは。ゆ、珍獣、アットマークさん、ごじた、W サオーマル、スヌーピーさん、こんばんは。さっき落ちなかったもんな。さゆまるさん、さすが私。スヌーピーさん、はーい、こんばんは。こんばんは。スヌーピーさん、雨ですか。雨っていうガスがかかってる。なおさん、薄焼き卵作るのめんどい。なんで？すぐじゃん、あれは。ガスバス爆発。ガス爆発。言えたね。完璧だね。ルートを再検索します。ちょっと電波悪かったかな今。S さんさん、言えたか。さゆまるさんも拾ってあげないんだから、え、ドドドエさん。ルートを再検索します。なんだろうこれ。ルートを再検索します。
します。あれちょっと待てよ、なんか道間違った俺。S33 さあ松さんも一回ガスバス爆発。ガス爆発。ガス爆発。ガス爆発。ほら誰も拾ってくれなかった。珍獣アットマークさんあさゆまるの名前はら。ゴンタくんさんそこ R311 でしょ。書いてない。書いてないこれ。さゆまるさん311だね。S3 さんちなみに私は言えません、何回もしましたけど。あれこれさっきの道ずっと戻ってるけど違うのこれ。いや行けるみたいよ、これでも行けるみたい。あと23キロ出てるけど。ゆ珍獣アットマークさんくらいから気をつけてね。ご飯作り待つ。さゆまるさんまっすぐでも行ける。ありがとう。ゴンタくんさんそれでいい。オッケー。なんか山道もあるみたいだけど山道やめよう。さゆまるさんゆうちまたね。またね、お疲れ。ゆ珍獣アットマークさん潜ってまーつ。はい。さゆまるさんメガホン貯めといてね、ゆうち。ゆ、珍獣アットマークさん任せてわら。うん、ちょうどいい感じの。パラパラドスコイさん気まぐれ天気のお時間です。はい、和歌山県田辺市の18時から24時までの天気は曇りのち晴れ、雷注意報が出ています。はい、最高気温は29度、最低気温は25度、現在体感29度です。はい、気をつけて行ってらっしゃい。ありがとうございます。 S33 メガホン祭り。ゴンタくんさん峠道が嫌なら R311、R371、R425 でも行けるよ。はい、多分峠道行かないんだよ。さゆまるさん今日も気まぐれ天気ナイス。ナビコ最近峠道避けてくれるようになったよ。さゆまるさん371行くならその先右。本当この先右。はい。さゆまるさん、いや間違ったら怖いな爆笑。いや、この間、この間の峠でビビったことをナビコに言ったら、あんまり通らなくなったよね。細い山道。さゆまるさんでも右で371の標識出るんじゃないかな。はい。この先って言ってもかなり先だよね。うん、5キロ、5キロ以上先か。さゆまるさんネギ買い忘れたわ。ネギ？
さんネギで思い出した。ビッグマック食べたい。さゆまるさん業務スーパーにあるかな。ネギ？あるよ。野菜高いよね。うん。さゆまるさん、定期キュウリください。定期キュウリください。S33 さん、冷凍ネギは飲み物と言えない。定期刻んだきゅうりあります。さゆまるさん、歩いていく空が綺麗。あ、めっちゃすぐ曇る。 S33 さん、きゅうりください。きゅうりください。さゆまるさん、定期刻まないきゅうりください。めっちゃ涼しい。エアコン入れてるさゆアホだ。外さ涼しくなったもん。夜は涼しいのかな。雨の後だからかな。なおさんテスト。めっちゃあれだね。さゆまるさんテスです。テスラブチェック。3771が右。なおさんコメント。さゆまるさん、さゆナイス。うん。ルートを再検索します。あ、ちょっと待ってよ。あ、いいな、後ろかつ。ルートを再検索します。よし、トンネルだ。S33 ナイス。ゴンタくんさん、仕事も終わったのでそろそろ帰りますね、はい、ではではまたね。道の駅は逃げないので安全運転ですよ。はい、ありがとうございます。さゆまるさん、ゴンタくん、お疲れ様でした。ルートを再検索します。なおさん、ゴンタくん、本日もお疲れ様でした。再検索します。ゴンタくんさん、ただ足ダジャレ滑りすぎるとタイヤも滑るのでご注意くださいわら。さゆまるさん、業務スーパーのネギすげーシワシワ。すげーシワシワだった。まもなく右方向です。377
な位置をひたすら走ります。ルートを再検索します。ナビコが怒ってるけど、なおさん稲荷のシワみたいな。ルートを再検索します。さゆまるさん稲荷ばりのシワ。ドスコイさん、私には勝てまいネギ。ルートを再検索します。なかなかナビコが言うことを聞いてくれません。ルートを再検索します。S33 稲荷のシワと聞いて卑猥なことしか思いつかない、ごめんなさい。ルートを再検索します。ルートを再検索します。ルートを再検索します。やばい、キロ数が増えてってる。なおさん再起動してきた。はい。ルートを再検索します。どんどん増えてってるけど大丈夫かな。こちらも狭いわね。狭いわね。でももう広くなりそうだよ。どこに道路があるか分からない。めっちゃゆっくり行くわ。どうなんだね。国道371号線。さゆまるさん、ただいま。お帰り。S33 林道。いや、国道371号線。
F33 雰囲気が廃村に向かうような道ですねわら。さゆまるさん廃村。和歌山は廃村が多いから、その廃村をこうさゆまるさん廃村大好き、開拓しようぜ、みんなで開拓して住もうぜ。投げぽよさん和歌山来るの、なおさんまだ少し良くなったような、和歌山、あれ和歌山終わったんじゃなかったっけか、え和歌山、あれ和歌山終わったよな、投げぽよさんマグロの解体ショー見に来てさゆまるさん今和歌山だよ、今和歌山か、なおさん和歌山なう、何解体ショー、何投げちゃんやるの解体ショー、